きましてと。またまたですね、もう1週間ほんと経つの早いですよね。火曜の9時がやってまいりまして、行ってみたいと思うのですが、まずですね、ちょっとだけ前回の、雑談なんですけど、赤く純正のですね、革張り替えキットを、やってみました。OM1 なんですけども、もちろん、そのものは、貼れているんですけども、ここのですね、革をこうやってキュッて曲げたら、あれ、ちょっと長すぎるよなっつって、少し 0.5 ミリぐらい切ってこうあったんですけども、ちょっとそれはですね、やっぱりやめた方が良かったっていうのが、なってきまして、ここがちょっと短くなってですね、こうネジがちょっと見えたりなんかしてるんですね。だから結局革をこう張った時に、やっぱり天然の革ですから、こう伸び縮みしまして、こう張っていく時にこう張る力でちょっと革が伸ばされてしまってですね、あ、余ったって思って切ってしまったんですけど、張った後にですね、この間のスコッチの両面テープっていうのは、支持層がない、だからテープっていうのかな、のりになるアクリル系の、接着剤のところに、剥離紙がこう両方についてるわけですから、こう貼って、剥離紙を剥がすと、普通はこう紙とかの支持層があるんですけど、ただののりだけ。ですから、のり自身がこう伸び縮みするので、こう革をこう表面、こう曲面とかに貼っても追従するんですけど、だから逆に言うと、伸ばされた革を貼って、接着剤、だから、ダイヤボンドとか、革の接着剤でカチッと貼ってしまえば、そこでギュッと収まるんですけど、ああいうふうに両面テープを、それも伸び縮みのする両面テープ、両面テープ、支持体がないからテープっていうのか、ちょっとわかんないですけど、接着剤の層だけの、やつを貼ると、革がこう、伸びた革が戻っていこうとするのに、やっぱり追従しちゃうんで、ですから、貼った時はですね、お、綺麗に貼れたなって思っても、革が今度伸ばされて貼ったのが戻ろうとして、こう、じわーって動いてくるとですね、いつの間にか隙間が空いているというですね、ちょっと情けない結果になって、だから切らないでそのままですね、メーカーの純正ですから、そのまま貼っていればですね、最初はちょっと余ったかなっていうぐらいでも、こう、ぐいぐい多分押してればですね、自然とこう、馴染んで、ピタッと、収まるように、多分そこまで計算されてですね、作ってたと。さすがメーカー純正みたいなね、ちょっと後悔したんですが、もう切ってしまったものはしょうがないので、まあですね、これはこれで、いこうと思うんですけど、まあちょっとですね、そういう革の特性と、使った両面テープというか、両面シートというかですね、それとのことをちょっとよく考えておかないといかんかったなと、ちょっと思って、まあちょっとそれを喋っておいて、まあちょっと今日はですね、革の話を少し、なんか、ちょっとこの人忙しくて、やっぱり、こっちかまけてらんなかった。ということでですね、で、オリンパスクローム6というですね、ちょっとカメラ、オキパイドジャパンのですね、カメラがちょっと手に入りまして、っていうか、手に入れたのはちょっと前なんですけど、で、もう蛇腹がボロボロでですね、こう屋根の、こうなってる屋根のところがもうゴソッと落っこっちゃって、もう下が全部見えてるみたいな、蛇腹だったんですけど、他はですね、そんなに、おかしくなかったのと、それからですね、この Chrome 6ってこう、普通はこれレンズなんですけどね、コパルのシャッターが、あ、こっちの方がいいか、ついてまして、もうだから、クローム6は全部コパルになってんのかな？戦後型のは。なんですけど、大きい方のコパルがついてまして、200分の1までの、これ結構シャッターも分解して油さしたらいい感じになってきたので、あれ？これか。ね、結構こう。
動くんですが、なんとですね、この開放値が2パチの75ミリの随行がついてまして、普通三半、あ、まあ普通三半というか、あの、クローム6にも三半のレンズもあったようです。もちろん、こう、前玉、繰り出しの目測なんですが、で、この2パチレンズ付きじゃん、おおとかって、結構そんな、あの、曇ってる様子もなくてですね、まあ、わりかし、悪くねえな、みたいな。だから、これなんとかですね、復活させたいなと思って、久しぶりですね、蛇腹をちょっと折って、作ってみました。で、まあ、それをですね、こう、接着できて、組み上げられたら、というところになるんですけど、この蛇腹自体がこれでいいのかどうかっていうのが、まず、検証しないといけないんですけど、構造としてはもう、この、クローム6ってあの、もう、あの、なんですかね、パールみたいに鉄板曲げじゃなくても大キャスト構造にもなっていますので、あの、例えばあの、セミパールなんかですと、この、蛇腹、なんてこう、たすきのこの部分を、こう、止めたら、あの、板を曲げてギュッ、ギュッてこう、こういう風にですね、押さえてあるんですけど、もう、ダイキャスト、マミア6なんかもそうですが、ダイキャストの場合はもうここでネジ止めになってます。ですから、最悪なんですけど、このダイキャストタイプのボディは、蛇腹を交換するのにこれを取らないといけないので、ここの皮をですね、全部剥いじゃわないといけなくて、こういう、こう、パリパリになっちゃうんですよね、こういう風に。ここにこう、こう、くっついてたんですけど、Q なんてやるとパリパリパリって言ってですね、なってしまって、もう、ここはどうしようもねえな、というとこなんですけど、これはまたこれでですね、ちょっと考えようと思います。なんとか型取りし、あの、バラす前に僕型取りをしてあるので、そこをなんかですね、工夫して、戻せないかなと、それはまたそれでちょっと今後実験なんですが、まあ、とりあえずですね、ここのボディ側を剥がして、ビスを取るとこう抜けますので、でこう抜けた状態でできるだけですね、ここ、めったにこういう状態にならないんで、まあ、ちょっと掃除したり、ここの、シャッター、ここ、ネジ、ものすごい緩んでたんでですね、ネジを締めておいたり、ここのネジですね。キュッと締めておいて、こうですね。まあ、可能なら、必要なら注意をしとくというところ、ひっくり返ってます。ね。で、あります。で、その、もう昔からこの番組で、やっては諦め、やっては諦めのこの蛇腹、今回もちょっと作ってみました。ちょっと格好つけてですね、ここにあのちょっとこう筋を、あの、念ごてでちょっとこう入れてみたんですけど、ギュッてこう、それっぽく。あれ、わかるかなこれ。放送で。こうですね、ここ。こうシュッて。それでですね、まあ、こう、今回どういう構造にしたかと言いますと、一番こっちの内側がですね、この歯蓋絵、こういうやつですね。これ8問目っていうやつ、だからちょっと分厚いですね。あの、こういう布。ですからこう、8問目でと、分厚いとはいえ、こう、やっぱり透けますよね。あの、こう種類。だから、こう、なんでしょう。遮光性もかなり、あの、あるんですけど、フィルムがこう、かぶんないほどの、なんて言うんでしょう。あの、遮光性、アイスカーテンにはなってないので、はい。4問目ぐらいまで行くと、この色が黒がないので自分で染めないといけないし、ね、この中間ぐらいの、6ぐらいのがあれば、
いいなと思うんですけどね、ちょっとこれだとちょっと分厚い印象があります。で、その上にですね、紙はこの黒の上質紙、極薄上質紙とかな、で皮はですね、このちょっと薄くすいてもらった、ちょっとこれ隙もあまりに薄くすくんでですね、こう破れちゃったりするんですけど、これでですね 0.、 ちょっと今回使ったのはそれでも厚い方で 0.25 ぐらい、 0.2 から 0.25 ぐらいの厚みの、革でした。これはもうちょっと今 0.15 ぐらいになってると思うんですけど、 0.15 ぐらいが一番いいと思います。これ以上薄くするともう革も透けちゃいますし、なるべく革で、遮光を確保しておきたいので、でこれをですね、あの四角錐を作りまして、今回はちょっと僕 3D プリンターで作ってみたんですけど、まあこういうですね、ちょっとこれほんまにだんだんやればやるほど綺麗にできなくなってきて、で樹脂でちょっと強度を出そうと思って接着剤とか入れたらなんかビャーって流れ出してすごい汚くなっちゃったんですけど、まあここにですね、さっきの、布をまずくるっと巻いてあげて、ちょっと軽く接着して、で布を巻いた後にこういうふうにここだけ黒いやつを、紙をですね、だからこうどう言ったらいいのかな、こういうようなイメージですよね、うん、こういう感じ、ちょっと黒で黒で分かりにくいんですけど、こういうようなですね、紙を4枚作って、でこう布をこう巻いて、まず、こう、合わせて、ちょっとこう接着剤塗っててですね、こうちょっと、絹の歯ブラシから水に濡らして軽くやれて、こういうふうに水を染み込まないようなものの上に置けると、こうピターっとこう表面張力でくっついていきますから、で、ここにですね、でんぷんのりを塗ってですね、こうやって押して、こう。で、最後に、皮をですね、こう貼って、またこれもでんぷんのりでくっつけたと。で、あと折っていくんですけど、だからこの、蛇腹のこの折り目になるところを避けてですね、紙を置いてみました。ですから、こう重なっていくところの、この部分はですね、紙が入ってなくて、こういうふうに入ってますから、重なった部分がこう分厚くならないという目論みなんですけど、まあなんせ折りにくく、全然これも歪になっちゃってですね、なんか前はもうちょい、まあこれだな、みたいな感じだった。今回はちょっとあんまりうまくいきませんでしたが、汚くなっちゃった。で、まあこういうのをですね、ちょっと作ってみたんですけども、で、こう折っていってですね。で、まあ、糊もですね、本当は、なんだっけな。小西六の回答によると、勝負糊でしたっけ、を使ってるって書いてあったんですけども、ちょっとそう、溶いたりなんかしてもあれ大変なんで、今回はもう不液糊でくっつけちゃいました。こういう何ですかね。幼稚園で使うような、こう手でこうやってやる。家からこう出してですね。やってみましたが。で、本当のですね、蛇腹は、重ねる、ここがちょっと重ね合わせ、皮がこう来てこう重ねてるんですが、これが必ず、皮が重なるところと布が重なってる面が下に来るようになってまして、下に来るとこだけはこういうふうに筋が入ってないんですね。ここだけこう、筋はこう入って、っていうになってるんです。だから、時々中古品なんかではですね、上の蛇腹がもうボロボロになっちゃったんで、一回外して、ひっくり返して、元に戻してあるっていう修理をしたのも時々
あります。だから左右には筋が入ってるのに上がないっていうのは、そういうのがあるんですが、まあまあ、そこまでやるんなら作り直しちゃえばいいのに、ちょっと思ったりもするんですけど。で、なぜかこの Chrome 6はですね、ここの、にこう鉄板が入ってるんですけど、これちょっと今、ペロ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 剥がれてくるんで、軽く接着したんですが、微妙に正方形じゃないですね。わずかに横の、これはね、よくわかんないですけど、そういう作りになってました。ちゅうことで、だからこれがですね、ちょっと剥がれてきちゃったりして、そもそもこの、畳んだときに、畳んでいって、だから、この厚みですよね、この1センチぐらいの、ここにですね、こいつが、こう収まらないといけない。かなり厳しいんですよね、この隙間が。そこら辺をですね、ちょっと、だから、もしは、やって、やってみてうまく折り込めないんだったら、より薄く、例えば布をもうちょっと薄くしてみるとか、革を薄いのにしてみるとかって、こう試行錯誤しなきゃいけないんですけど、薄くすればするほどですね、光線漏れのリスクが高まりますので、何でもかんでも薄くすりゃいいっていうもんでもないっていうところが、この、スプリングカメラの蛇腹にですね、こう、なんていうの、難しくしているというか、そういう、気がします。で、どうでしょうね。で、今回はですね、この蛇腹の計算でこう作ったんじゃなくて、なんていうかな、上の蛇腹だけがボロボロだったんで、3面は生きてましたから、こう、綺麗に広げていってですね、それをこう、トレースして、だから、いびつになってるところはいびつにトレースされてるんですけど、まあ、それはそれで、いいかなと思いました。だから、この辺は現物をトレースしてるので、こう、合うんですけど、本当はね、綺麗なピンピンのバシッと決まった柄がいいんでしょうけど、で、こうなっていて、で、この位置までまず、結構硬いな、硬いですね。糊によっても全然この硬さが違って、でんぷん糊は比較的硬くなるんですけど、この、ペコペコペコっていう腰のある感じになるんで、まあ、でんぷん糊が一番いいと思うんですけど、当然、濡れたら剥がれます。水で溶けちゃいますね。それを嫌ってパールでは、ゴム引きのですね、いわゆるシャッター膜に使うような、布を、裏に貼って、ビニール系の接着剤で留めてるっていうに書いてありましたけど、それはそれでまた難しくて、特にパールの蛇腹はもう神業で、あれ無理ですよ、人間技じゃないって。要するに、ここの屋根のこの面だけに細いですね、紙がくっつけたって、折り面とか全部紙はない。だからもうさっきのこういう紙がさらに細かい紙でこういうふうにくっついてて、それをだからそれを案内にして折るから、折るときは楽なんですけど、あれはなんか絶対特殊なジグがないと、作れないと思います。どういうジグを使っていたかっていうのがですね、わかんなくて、今いろんな人に聞いて回ってるんですけど、まあそれでこれが実際貼り付けられるんですけど、こういう状態で折り込めるかっていうことなんですよね。
リギリかな。ちょっときつい。まあな、しばらく置いとくと折り目がきつくついて、いけるかな。これで接着してみようかな。あ、ここもちょっと隙間空いてんの。ここまずいですね。ここに、わかります？ここ、隙間空いて。これは、こうなったときに、ああ。ここに隙間が空いてるんで、これだからこう、僕切っちゃったのが失敗ですね。ここちゃんとこう、やっとかないとダメか。まあ、ここに、テレンプみたいなのが貼ってあって、テレンプじゃないな、これは、フェルトか。まあ、多少は緩和されるんですけど、これはちょっと、まあ、ちょっと接着してみようと思いますが、これあんまり良くないな。で、まあ、この蛇腹のですね、この面は少し、皮の面は、こういう紙やすりで荒らしてですね、接着剤の糊を、まあ、これ外してからやってもいいんですけど、蛇腹が引っ張られてですね、形崩れちゃうんで、この状態でやった方がいいような気がします。なんかだんだん、これなんか結構面白い代物で、こう、少しこう送ってあげて、なかなか新品の目が出てくるんですけど、アイデア商品で、ヒュッて、ワンタッチでヒュッてね、回ればもっとかっこいいんだけど、新品の目を出しながら。荒らしてあげて、薄い皮なんでガリ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 やると皮なくなっちゃいます。接着剤がこうつきやすくすればいいんで、ここもまあ、サビ取りとかですね、やっとけばよりいいと思うんですけど、こうもうかなり錆びてるんで、これ皮分厚いかな。まあ、何日間かこう折った状態のままほっといて、癖ついて、破けちゃった。ないですね。こんな。ちょっと、もうちょっとこう大きく、これはちょっと失敗だな。パーマセルかなんかで補修しといて。ということで、この穴ですよね。これはカバーしてないから、ちょっといかんな、これ。
こはみ出ると、まあでもちょっとこの左右が、でかすぎかな。ここちょっと切った。あれ、ハサミの口と。そうですね。やっぱここを切っちゃったのがちょっと失敗だったな。あとでちょっと。当然、フェルトと一緒にギュッと押さえられてしまいますから、強度がかかるわけではないので、よいしょ。ああ、どうもどうも、いつもありがとうございます。そうなんですよ、この蛇腹とかね、ほんとこのボディのこういうのとかね、どうやって当時作ってるのか、ほんと奥が深くて、わけわかんない。レーザーカッターとか 3D プリンターなんて絶対ない時代に、どうやって作ってたんだろう。その頃、現役で作ってた方はみんなですね、どんどん高齢でいなくなってしまう。なるほど、こう、希少人が、で、これじゃあ、ちょっと接着しつつ、接着、おぉ、なんか怖い。それで、これってなんかこう、うまいこと接着剤塗るやり方ねえかな。ここになんかこう、当てて、なんかないかな。これなんか使えないかしら。これはなんだっけな。CD ロムかなんかのドライブ買った時についてたやつかな。なんかこう欲しいっすよね。なんか押さえる。で、接着剤。今回、まあ、せっかくだから黒色で、本当は ダイヤモンドはなんて言うんだろう、こういうオイルみたいな色をしてるんですけど、なるべく黒、あれ、そんなに意味ないです。黒にし、なんだこの読み伸びる、よいしょ、これぐらいかな。ちょっとでかすぎる、これでいいか。まあ、こんな感じで、ビヨーンって。狭い。狭いですね。机の整理が行き届いてなくて。この辺から。こんな感じで、塗ってすぐは貼り合わせないです。
もうちょっとこれこっち出てこないかな。ついちゃった。ああ最悪。ちょっと。そしたら今度この金属面にもですね。足んなくなってきた。だんだん乾いてくると塗れなくなりますんで、手で触ったとこがどっかにまたくっついちゃう。でまあ、あとはこれこんなんすぐ後から剥がせますので、いくらでも、うっせー、何したっけこの匂い、フルエンか、健康には最悪のダイヤ。よし、さてで、ベタつかなくなったぐらいで、本当は、革同士なんかやるときは、こう、貼り合わせてから、ダン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 なんて、やるんですけど、ベタつかなくなるぐらいまで、ちょっと早いかもしれないですけど。あれ、もうくっついちゃった。まずいな、これ。このところの折り目がよくねえな。ここはちょっと失敗したね。これね、一回置くともうダメなんだね。カチンってくっついちゃうんだよ。
とここはちょっとここ失敗かな。うん、でもたた叩く余地はないので抑えるだけなんですけど、ここよくねえな。これね、こう。ちょっと歪んでるけど。ところ。ちょっと寸法が邪魔しそうだったかな。昔の人、ほんと、どうやってこれ神業。まあ、毎日やったら職人技でできるのかもしれないですけど、よくぴったりの位置に決まるなと思いますよね。このだんだん段がちょっとずれちゃうんですけど、ね、こっちに寄っちゃう。蛇腹が左に寄れって、これはちょっとダメかな。気に入らなければもう一回作り直しなんですが、まあ、ちょっとこれですね、でここにこのちょっと僕失敗したこの穴はなんかこれで補修しておきたいところです。簡単なのは黒のパーマセルなんだけど、なんかねちょっと安易な印象がありますが、でもこれはほっとくとあかんで、これまあね、この頃のフィルムの感度って言ったら、50とか、SS ぐらいあったのかな。血をハサミで切るか。これはちょっといかんな。テープをハサミで切るっつうの。ないんですけど、もうね、こう腹立ちますね、これ。いいのかな、これでいい？プツプツプツ。あ、でも光漏れちゃっちゃう話にならない。ちょっと補修しときます。ここちょっと大きい方がいい。もう一個作んなかったっけ。あらあれ、どっかくっついちゃったかな。どっか行っちゃった。あ、ここにあった。あまり良くないですね。ここですね。
まあ、これが最終的にはあれボディここに本当はこのフェルトも黒のフェルトこれ結構ガチってくっついてラフに結構貼ってあるみたいなんですけどね。まあ本当はこっちに合わせて新品に貼り替えた方がいいんでしょうけど、まあちょっとこのまま、当時こういうものだったって言って、まあなるべくオリジナルを使いたい反面、やっぱ撮影できないとなーっていう気もするし、感じですかね。うん、まあ折り込めた。ちょっといびつですね。ちょっとこれはあまり合格点を与えられないけどな。まあでも収まるには収まった。畳めないんじゃあれですけどね。でまあ接着剤が乾くまでこれで待つ。っていうのが、そうするとこう、収まりのいい位置に折り目がずれてですね、適当にこう、入ることを期待したいとこなんですが、で、これでまあ、4つ、止めれば、ん?ちょっと待って。これがなんかあったな。シャッターこれはあ後でいいのか。ここカチカチカチでボタンを押すとこうなるんでしょうからね。この先が尖っ、なんだっけこれ、あ、バネがシャッターボタンを押すこう復元するバネがこうなってたんだ。で、それは、ここかな?あ、じゃあこれは、つけた後。しかしこれ上下の、あれ、当然こっちだよね、ネジが。そうすると、このネジ4本。ネジが穴がしてる。まずいな。これはね、確か。
あ、そうですね。これはこの外装だから、ここに、確かフラットなマイナスネジが来ないといけない。こんなわけねえな。あれ？あれ？あれ？これはここだ。1234。まずい。これはまずいぞ。こんなわけないよね。絶対サラネジのはず。あら、ネジが。なくしちゃったかな。あれ？ちょっと待てよ。1234。まずいだこれ。ネジがないよ。これどう見てもこのネジだよな。このネジだよな。ねえ、ちょっと傷つけちゃった。そしてなぜここには2つある？構図、簡単な構図、カメラで何こんなハマってんの。これも違う、こっちだよね。これも長さも違う。これが来る。このネジを飛び越えていくのかな。
緩めておいて、やっぱり、ここのネジが分かんないですね。なんでこんな2つ並んでんの、横並びに。あれなのかな、例えばへし折ってしまって開け直したなんていうのもあんのかな。これ薄いのに柔らかいですね、ネジが。ここは合わないよ。ここ、そうすると、しゃくないか。いいですよね。しかし、じゃあこのネジどこ使うんだろう。ここ？そんなわけないよ。ちょっと次までになんとか、こりゃあかんわ。いや、これ入らない、入らないし、ただ置いてあんのか。削ったやつじゃないと噛み合わないですね。これが一番近い。マイナスはあのドライバーの幅とネジの幅がぴったり合わないとバキーン。これで、ここの先にスプリングをつけて、これが今のネジのこう、多分頭を避けると思うんですけど、ねえ。じゃ、この穴何よ。でもここになんか金のつかないね。これは何よ。逆よ。
で、ここのネジ。あれ。ちょっと僕、ネジどっかなくしちゃったかな。どっかにこのネジだけ置いて、なんかこれ俺忘れてんなぁ。ちょっと次回までに、探しときます。なんか俺調子に乗ってなんかのやつと一緒に、あら、やっちゃったかもしれないな、どっかに。例えばレンズキャップの後ろとかに入れて捨てちゃったりとかね、ありえるんだよな、そういうの。しかし太さから言ってもこれもないし、こっちには貫通してない。そしてこれは何よ。これでしょ。そしてここにバネで押してんですよね、この玉っころを。これはこれで完結でしょ。これが、あ、ここにネジ3つある。じゃあこれだ。やっぱりそうですね、僕ここのネジどっかなくしちゃったまずいな、これ真鍮の皿のネジ。そうですね、これはだからこのネジは違うのかもしれない。ミスプリントじゃないけど、多分これこれがこうするのか、ネジを潰してしまって修理した人が開けたのか。なんせこうね、非常に物がなくて貴重な時代だったので、こういうこうちょっとぐらいなら直して売っちゃうみたいなの多分やってると思うんで、多分それじゃないかな。ここにネジってありえない。いや、本当に涙ぐましいんですよ。こう、例えばこの、スペーサーなんかがあってですね、これなんかこう、なんか明らかになんか帳簿の、とか本の切り抜きがこう、ね、使って貴重な紙が不良なんて、斜め何度か豚積みなんつって裏豚としたなんつって書いてあるのをこうね、なんかくり抜いて使ってたりとか、本当にこう物のない時代のですね、貴重なあの何でも食うものもないような時に作ってたわけですから、本当にこう涙が出てくるような時代なんですけど、そうですね、ちょっとこのネジ問題は、これやってると先進まなくなっちゃう。まあ、そんな感じでですね、はい、もうこんな時間。で、まあ、ここ、出っ張り。あれ?出っ張りで、こう合わせてやって、裏からですね、いきますので、これで
この蛇腹の、なんていうの、形をこう支える金属と一緒にこう、ねじ込んでいくんですけど、まぁ、ちょっと接着剤が乾いたら、実際にこれ入れてみてですね、まぁ、こうやってちょっとグッと押しとこうかな、1日。そうすると癖がついて、いけるかもしれないんで、その間に、こいつがだからここに、スプリングが、これピャーンっていきそうだよな。ロケット発射。こうじゃね、こう、入ってて。で、さっきのこの、矢印みたいなのに、で、ここは多分ですね、こう、二重になっているネジで、決まりでしょう、これは。ピンセットが、違う調子出ねえな。動かないのか。ああ。あれなんでこんな単純なカメラがなんで組み上がらないの。あら落っこちゃった。勘弁してよー。なんでこれ入んないの？あれ？そんなバカな？ん？虹が違うの？ピッチが違う。あれ？何をやってんだよこれ。いやでも間違いないですね。10時過ぎちゃったんで、これこんな単純なことがない、あのちょっとえ、あら違うのかな、じゃあネジ。でもここはあの締め込むネジでは、あら微妙に違うんだ。
ちょっと、いいですよね、これ。ちょっと、時間までに報告しておきます。これ以降に合うネジねえよな。なんで。まあちょっとですね、これで、1日2日抑え込んでですね、Java、なんでこんなことになっちゃったの？くっつけた、あと光線漏れとかなんかも、含めてですね、ちょっと検証してみたいと思います。ということで、いや、これはちょっとね、いまいちですね。ちょっと、頑張ってみたいと思います。はい、いつも、ありがとうございます。ということで、ちょっと向こうでコメント書いていきます。